はい、本日はですねこちらノースフェイスのコーチジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。まあ、こちらがですね2021年春夏モデルに出た色になってて、これなんていう色だったっけな、キャメルなんとかっていう色にはなってるんですけども、このジャケット自体はもうずっと出てる定番のやつですよね。本当に春も新しい色出るし、冬も確か新しい色出てると思うんですけど、まあ、それぐらい定番のジャケットで、一応色がキャメルカフェという色になってて、あ、キャラメルカフェでした、キャラメルカフェという色になっててですね、あのコーヒーでも開くんかというような色味になってるんですけども、ちょっと春っぽいというか、まあ、一応これ春の新色なんですよ。やけどちょっと秋っぽいような、ね、色味というか、ちょっと茶色 の深い感じの色味のキャラメルカフェという色々を購入したんですけど、こちらのコーチジャケットは結構ノースフェイスの中ではあの値段がお手頃といいますか、ノースフェイスといえばなんか3万4万とかするようなジャケットが多い中で、このコーチジャケットは確か1万5千円ぐらいで販売してるっていうことで、まあ、特にあの黒とかね、あの定番の色ネイビーとかっていうのもうすぐ瞬殺で完売していって、で、まあ、こういったこの毎年毎年出てくる新しい新色ですよね。で、まあ、新色でもちょっとまあカーキっぽい緑の色味とか、こういった茶色系の色味っていうのもすぐ完売していって、残るのって言ったらめちゃくちゃ派手な色、なんかパープルとかめちゃくちゃ蛍光色とかはなんか知らんけどセールになって残ってるけども、それ以外の定番色っていうのはまあまあすぐに売り切れちゃうっていうような、まあ、人気のジャケットになってますので、まあ、こちらの方を紹介していきたいなと思います。はい、ということで、まあ、今日の流れとしてはですね、こちらのジャケットのまず形ですよね。まあ、全部開いてみて、あのポケットがどこにあるんやとか、ジップがどこにあるんやとかいう話をして、でその次にはですね特徴のお話をしていって、でその次にデメリットとはいえ、まあ、ここはちょっとデメリットですかねっていうのと、で、まあ、最後は、おすすめの人サイズ感という順番でいきたいなと思います。まず、まあ、形パッと見ていきましょうか。このノースフェイスのロゴがですね、あのこちらに関しては刺繍じゃなくてなんかプリントタイプになってるんですよね。だから、まあ、このプリントタイプってどうなるの、剥がれてきたりするのかな、わからんけど、まあ、そんなんがあって、まあ、左腕のとこにワッペンというかロゴがありますよね。ノースフェイスって入ってるロゴがあるんですけど、これはよくパーカーとか、あとデナリーのジャケットとかに見るんかな、なんかまあちょくちょく見たりしますけど、まあ、そんなんがあって、裏側にもねノースフェイスっていう風にロゴが入ってますよっていうような感じにはなってるん で次にじゃあ前見ていきましょうかというと、全部これボタンなんですよね。だからボタンをポチ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 開けていってあげると、開いたところの、右側っていうんかな、向かって右側のところにはジップがついてありまして、このジップのところにはポケットがありますよと。まあ、スマホなんかはねポーンと簡単に入れるような感じだし、まあ、財布はちょっとどうやろうな、ギリギリ入るかなっていうようなサイズ感になってるっていうのが内ポケットがあって、で裏生地の方がね、黒の裏生地かなと思いきや、よーく見てもらったらこれノースフェイスっていう風にロゴが入ってるんですよね。でこの裏生地ってどっかで見たことあるなと思ったらですね、マウンテンライトジャケットも同じような裏生地使ってたりすると思うので、まあ、そういった裏側にもこういったノースフェイスのロゴが入ってますよというような感じになってます。ほんで次、じゃあポケットがですね、表側はどこにあるんかというと、左のポケットがあの腹のとこにあるというか脇腹のとこにあってね、これもちゃんと裏、あの裏が、マイクロフリースみたいなの使われてたりするので、まあ、ここはね、触り心地が良かったななんて言ったりしますし、この逆側のとこにもこのマイクロフリースがありますよねなんていう話もしてたりするということになってますね。そして袖口がですね、まあ、これはゴム仕様になってるんですね。よくベルクロでピーってこうテープで締める仕様って結構ノースフェイスで多いんですけど、まあ、これはね私服なんであんまりこんなテープとかじゃなくて、ほんまにも完全にゴム仕様になってるので、いかにもこうザ・コーチジャケット、もうよく街中で見るコーチジャケット、どこでもありますね。セレクトショップ行きました、春頃に行って、あ、なんかマネキン着てるやつかっこいいな、コーチジャケットやないかい、ほんでじゃあ隣の店行ってみようか、あ、なんか奥にかかってるマネキン、あ、コーチジャケットやないかい、隣の店パッて入ったらですね、あ、店員さん着てるジャケットかっこいい、あ、コーチジャケットやないかい、もう歩いてあらゆるところでコーチジャケットってよく見ると思うんですけど、コーチジャケットに特に形のこだわりってないんよと。まあ、大体同じような形してるのがコーチジャケットということで、まあ、このノースフェイスのジャケットもコーチジャケット、一般的なコーチジャケットともう普通に一緒やと思ってください。特に変わりはないというのが、まあ、形になってますね。本来じゃあこのノースフェイスのコーチジャケットである特徴はじゃあ何なのということになってきたらですね、まずこのコーチジャケット、ノースフェイスの一番の特徴は何かっていうと、やっぱりカラーなんですよね。豊富なカラー展開、毎年違う色がバン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 出てくるんですけど、他にもねマウンテンライトジャケットとか、あとまあそれ以外にあったバルトローとか、いっぱいノースフェイスで代表するジャケットってあって、まあ、毎年4色ぐらい出てくると思うんですけど、この
このねコーチジャケットに関してはもうちょっと展開が多いんですよね。それこそほんまに 5,6 種類バーって出てきて、ありとあらゆる明るい色が出てきたりするし、でその中にも定番の黒とネイビーっていうのも毎年出続けてたりするんですけど、それでも完売するぐらい、まあ、黒ネイビーは人気あるんですが、とにかく豊富なカラーがずらーっと並んではきてるので、例えばこの春は気に入る色がないとなったとしても、じゃあ秋口になったりして、あこの色いいやんって出てきたりとかしますし、比較的僕のオーセースのジャケット結構持ってるんですけど、その中でもこの色の展開はわりかし多いと思いますので、結構ご自身 の, あの好きな色とかっていうのは選べるような感じになってるかなと思います。それこそ他のジャケットとかやったら、まあ、この4色の中バルドロでもこの4色の中やったらまあこれがいいかなとか、結構なんか消去法的な感じで選ぶじゃないですか。でもこれに関しては結構ビビッとくる当たりの色みたいなのが、まあその何年かに1回は出てくるので、まあ、それがこのねコーチジャケットのまあ魅力じゃないかなとは思います。そして次の特徴がですね、これちょっと着てみようかな。このね生地なんですよね。でこれ生地がね一応ナイロンっていう生地使われたりしてて、やっぱりノースフェイスやから、なんていうんですかね、普通のセレクトショップとかやったらこういった生地がねあんまり丈夫じゃない生地とか多いんですけど、ちゃんとナイロンっていう生地が使われているので、まあ、丈夫ですよと。ただマウンテンパーカーに使うような生地は採用されてないので、まあ、その辺はねやっぱり値段的にもそんな高ないから、まあ、そのしゃあないやろうっていうことで、これ防水なんかな撥水なんかな、あ多少撥水の加工はしてますね。あ下がびしょってなっちゃった、まあいいか、うん、撥水の加工はします。だから撥水の加工は全然されてるので、多少の雨とかやったら弾きますし、これに関してはもう全然洗濯とかもできるので、もうネットとかに掘り込んで洗濯機ボーンって掘り込んじゃえば、ナイロン 100% やから全く問題なく洗濯できますよという感じになってますね。ただねナイロン100なんで直接日光とかに当てちゃうと色がね変色しちゃうので、まあ、それだけはちょっと注意しておいた方がいいと思いますので、あんまベランダとかで日光直接ガンガン当てちゃったりすると、なんかこっちの肩だけね薄い色になったりするなんてこうみっともないじゃないですか。なんかこっちだけ薄い色してこっちだけ濃いってなったりしたら、なんかあの人ちょっと貧乏臭い色みんなあってんでって言ってね、近所でそうやって噂されたら困りますので、まああのね直接日光には当てないようにしていただければ全然これは問題ないんじゃないかなと思います。ほんでね洗っていくとどんどんねその撥水がね、さっき水かけたやつがねどんどん能力落ちていってベチャーとなってくるんですわ。ほんならねこれつけてあげるんですよね。ニクワックスってこれ、まあ、登山のメーカーとか登山のショップとかでよく置いてますけど、まあ、これをねちょっとボンド臭のおいにはしますけども、これシュッシュッとかけてあげるんですよね。ほんならまた撥水の効果が出てきますよなんてあったりするので、まあ、これ1本持っておくと便利なんで、コーチジャケットよりもこっちの方が便利かなとは思ったりするんですけど、まあ、これ1本あったらねマウンテンジャケットにも使えるしバルドにも使えるし何にでも使えるしっていうことで、ナイロンやったら全部使えますっていうことになってますので、まあ、これは1本あったらいいんじゃないかなということで、ちょっとボンド臭がしますけども引き続きお話していきたいなと思います。ほんでまあその次の特徴としてはですね、特にこれって特徴ないんですよね。最初も言ったみたいにもうこれコーチジャケットですやんっていうような形してるから、まあ、特にないんですけども、まあ、さっき言った豊富なカラー展開と、あとはまあ生地がさすがアウトドアメーカーだけあってこう丈夫なナイロンを使用してますよっていうところと、まあ言うて石井というならこういったノースフェイスっぽいロゴがちゃんとあしらわれているので、こうパッと横を向いてもノースフェイス、前を向いてもノースフェイス、後ろを向いてもノースフェイスなんて言ったりしてね、ノースフェイスっぽさが出てるっていうところぐらいがまあ特徴じゃないかなと思います。それだけで終わりですかって思われるかもしれないですけど、それだけ以外話すことないんですよ。これに関してはねもうこれ以上話すことないで言ってることになってますので、まあ、そんな感じっていうのがまあこのコーチジャケットかなと思います。ほんでじゃあ次デメリットが何なのというところになってきたらですね、デメリットとしてはやっぱりこのジャケットってね、皆さんおそらく春先とかでちょっと肌寒いけどポカポカしてる日とかにちょっとデートで着ていこうかなとか、あとそれこそまあ秋とかやったとしてもロンT1枚じゃちょっと肌寒い時とかっていう、要は風の冷たい時に着られることが多いと思うんですよね。気温は高いけどもちょっと風がまだ冷たいなっていう時にこれパッて着られることが多いと思うんですけど、その時に着るってなってくるとですね、やっぱりちょっと気になるなっていうところは唯一のデメリットとしてはボタンかなと思いますね。っていうのもなんでかっていうと、もうこういうのってボタンやとどうしてもね隙間が出てくるじゃないですか。この隙間から風がヒューって入ってくることを考えるとちょっと寒かったりするんかなとかっていうのは思うので、たまに形によってはこういったコーチジャケットってこうジップのタイプあるじゃないですか。こういうジップタイプとかやったらもう全く寒ないと思うんですけど、やっぱりボタンである以上ちょっと隙間から風は入ってくるんかなと思うんですけど、まあ、そういうところも多分考慮されてこの上側のねボタンはね間隔がちょっと狭くなってるんですよね。だからより多分風が入りにくいように考えられておそらく作ってはいてるんだと思うんですよ。あとのこの上3段はちょっと狭く間隔作られてるけど、4段目以降はもう均等間隔で作られてるので、まあ、おそらく上の方は風が入りにくいようにちゃんとこうやってギュッて締めてあげると、まあ、ボタンなんですけど、まあ、ちょっと風が入りにくいようになってんちゃうかななんて思ったりはしますねっていうのがまあその辺ですよね。それ以外のデメリットで特にないので、まあ、15,000円やしちゃんと裏生地も使われ
われてるし、ほんで撥水の加工もしてくれてるし、まあ加工はね、さっき言ったみたいに落ちますから、落ちた時はこれを使った方がいいと思うんですけど、落ちちゃったということで、まあ値段の割にはクオリティはしっかりしてるんじゃないかなとむしろ思います。はい。で、あとあれですよね、変色ちょっと気をつけてくださいということなんで、直射日光には当てないようにしてもらったらいいかなと思います。普通に日中着てる分に直射日光当たるのは全然大丈夫ですよ。デートとか行ってて、やばいやばい、ランチの時はこれ脱いでかなかな、直射日光当たったら変色するとかっていうのは全然心配せんでも、そんなことしてたらですね、彼女がどないしたん、こんな服気にして直射日光があかんあかんとかって言ってるけど、そんなことよ、私とのデート楽しんでよとかって思われると思うので、そんな1日ぐらいは全然大丈夫ですけど、2日3日ね、ずっと外に干せたりするとか、それこそこうカーテンのレールとかにね、ずっとこの服をこうやって干しっぱなしにしちゃってると、やっぱりどうしてもね、当たってるところが変色してくるので、それだけちょっと気をつけた方がいいんかなっていうところで、まあ、そんなこと分かってるわって感じだと思うんですけど、まあ、そんなところをお話しして、最後じゃあおすすめの人がどんな人がおすすめなのかということをお話していくんですけど、まあ、これに関してはね、特にそんな機能とかもないんですよ。だからまあ別におすすめっていう人もいてないし、おすすめじゃない人もいてなくて、要はこういったコーチジャケットみたいなこうカジュアルな装いをする人は別にこういうのがあってもいいとは思うんですけど、まあ、本気で風を止めたいとか、その寒さが気になんねんっていう方はマウンテンライトとかっていう方がよりこう寒さもしのいでくれるし、雨もしのいでくれたりとかするんですけど、こっちに関してはそこまでの機能っていうのはないので、まあ、機能性というよりかはこのノースフェイスのジャケットが欲しいっていう方なんかにはおすすめになってくるんかなというふうに思いますので、まあ、機能ではなくてちょっとまあ見た目がノースフェイスっぽいのがいいとかっていう方にはまあいいんじゃないかなと思います。まあ、ちなみにブラックとかネイビーとかはもう今現段階で結構売り切れてたりするので、まあ店によったらあるんかもしれないんですけど、まあ、早め見られた方がいいんじゃないかなというところで、最後サイズ感に行きたいなと思うんですが、こちらがですね L サイズを僕は着用してるんですけど、本来はね XL を購入しようとは思ってたんですが、 XL がねもう完売しちゃってたんですよ。だからまあ最終、まあ、仕方なく L サイズは購入したんですけど、まあ、これやとおそらく中にパーカー着ちゃうと、まあ、ギリっていう感じでちょっと余裕はないんかなと思うので、まあ、余裕ある風に着たんやったら、こうゆったり着たんやったら XL でも僕は良かったかなと思うんですけど、サイズ感見てもらって終わりにしたいなと思います。178cm 69キロで L サイズを着用している様子を見てもらって終わりにしたいなと思います。ということで本日はですねノースフェイスのコーチジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Both now couldn't work, so we should try to say goodbye.